シリウスは会長の何が気に入らないの？に対するみんなの反応。シリウスは会長の何が気に入らないの？絶対の正義なんてありえないだろ？でも誰もルドルフには逆らわないよな。だから自分が反抗するんだ。自分が絶対に正しいとうぬぼれてる奴を牽制するために。絶対とされる正しさについていけず日陰にいる奴らのために。優しいんだねシリウスって。トレセンの日陰者のボスやってるらしいけど担当馬娘全員光の存在だから全然出てこないんだよな。割とシリウスの天敵に近いと思うてよ。僕がシリウスなんてやっつけちゃうもんに。どうせ僕が勝っちゃうもんにとか平然と言ってくる強いクソガキは取り巻きのメンタル粉々にしすぎる。自分の取り巻きのこと大事にしすぎるのがシリウスの弱点だからな。まあけどそもそもシリウスが本来戦うべき相手って会長じゃないよな。会長がこういう施設作っているわけでもないし馬娘のレースを取り仕切っているわけでもないから。会長の手が届かないような子たちを集めて取り巻きにしてるんだから実質会長のフォローをしてるようなもんでは？仲良しなんだに。こんなこと言ってもしょうがないけどトレセン学園はちょっと会長前提としすぎなんだ。テイクイットイージーとか言ってる本人が一番その言葉とは真逆の状況許せない。ルナちゃんは自由にできる力も立場もあるんだからもっとわがままでいいんだ。シリウスって結構めんどくさいね。本当の話をすると会長の理想的にはシリウスの近くにいる子たちを救わないといけないんだけどそんなことできないからな。皇帝様だろうが一人の取りこぼしもなく全員を救い上げるなんてできやしねえんだよ。だから私が少しでも拾ってやらなきゃな。めちゃくちゃ真面目だなこいつ。まあ落ちこぼれが会長に説得されてもでもあんたに私の気持ちわかんないじゃんってなるし。シリウスにそんな人望あるのか。シリウスは後輩の勉強見てるくらい面倒見よいからな。本当は仲良しだけど立場上対立しなきゃいけないんだよね。誰かがやらないといけないからね、会長みたいに。立場逆だったらお互い同じことやってるだろうなとは思う。会長が普通の馬娘やってたらシリウスも普通の馬娘やってそう。超上積みのせいちゃんですらメンタルガタガタだし、モブは本当に余裕ないだろうしな。会長と並走して絶望して学園去る子はいそう。なんなら会長の走り見てやめる子もいるほどです。会長の光が眩しすぎるのでシリウスが前に立って影を作ってあげてるみたいな感じかな。シリウス対会長の育成シナリオ追加はよ。どっちかというと会長大好きに見える。好きな子にちょっかいかけちゃうあれ。ルナお姉ちゃん大好きをこじらせすぎて気がついたらこうなってた感が今回のイベントシナリオでちらほら。今回で会長好きな結果こうなったのが分かって好感度上がったいいイベントだった。プライベートで二人きりの時はもっとイチャイチャしてるんだろうなって感じ。好き嫌いとか一言で言えないんだろうけど、内心では誰より会長をすごい奴だと思ってるだろ、あれ。誰かが会長を侮ったりしたら先に怒りそうな。バキッチ様にあいつの何がわかるえ。あの時代で三冠を達成した者同士だ。少なくとも君よりはわかるよってシリウスを煽る CD が見たい。ルナちゃんには自分の理想のシンボリルドルフでいてほしいのに、みんなのことばかりで自分を押し殺して、そりゃ面白くないよなシリウスは。自分で自分のことを山の大将ってディスってるから意外と自分のことわかってるんだなって感想持ったわ。会長山からあぶれたメンバーを集めてお山の大将だからな、優しいんだよ。シングレだとまた違った感じよね。まだ光の存在だった頃のシリウス。救う立場に立たなかったらああいう感じになってたのかなって思う。足毛たちのもたらす新しい時代に目を奪われてシリウスのことを気にも留めてなかった会長とか今思い返すとかなり芸術点高い。現状で取り巻きに対してもなんかそこまで優しい描写が少ないのはちょっとな。優しい態度こそ取らないけど、勉強について聞かれたら律儀に教えてるし優しさはあると思うよ。取り巻きの境遇を考えると拒絶しないってだけで十分すぎる優しさなんよ。あんまり優しくするとシリウス様はそんなこと言わないってなりそうだし。いやめっちゃ優しいだろ遅くまで勉強見てあげてたりシャカールが演奏しているのをわざわざ知らせてあげたり。
実質裏生徒会長みたいなもんだよね。シリウス、シリウスの幼少期は自由とはほど遠い環境だった。会長は昔から特別で誰よりも自由だった。なのにあっさり自由を捨てた、皇帝という肩書きと引き換えに。シリウスの会長に対する感情ってここから来てるのかも。シリウス実装されたら、千代の王育成の丸善と CB みたいに会長とおぐりが立ちふさがりそう。それなら激マブや CB みたいに強くしてほしいよな。幼馴染みだし親同士の付き合いも深いんじゃないかな。それでシリウスの親が〇〇さんちのルナちゃんはとか何かにつけて引き合いに出し、比較されまくってグレたからとか。そういうちょっと影っぽいこの対応をするためにブライアンがいるわけじゃないのか困惑。なりぐは生徒会なんだが、なりぐは理解もフォローもできるけどそれを自分からやろうっていう意思はないタイプだからじゃないか。たまたま何らかの縁があれば、一人で悩んでいるところに差しの会話でぼそっと一言くれそう。ブライアンが対応するのはウォッカ型の他人と違う道を我が道行く関係かなと思う。反抗する馬娘がいなくなったら暴君ルドルフになるからシリウスは反体制派のリーダーとしてルナちゃんに噛みつくんだ。まあ、対立してはいるけど嫌悪はしてなさそうだしね。サポカイベとかで前より突っかかってる理由がわかりつつあるのはいいね。ルドルフを皇帝の玉座から引きずり下ろしてやるよみたいなのがある気はするけど。あるとは思うが、あくまで対等になりたいだけであって、引きずり下ろした後に自分がその立場に立つ気はなさそうでもある。ルナちゃんをがんじがらめにして自由を奪った皇帝の玉座から解放したいだけなんだ。会長がシリウスの挑発にはちょっとだけムキになるのがエモい。みんなに優しくやろうとする会長からどう猛なライオンみたいな内面がチラチラ出るのがたまりませんわ。実際の実力はどうあれ、会長の認識上ではシリウスを対等だと思ってるんじゃないかな。でもシリウスはふざけんな、自分は全然追いつけてないわって常に焦燥感でケツに火つけてそう。好きだよ、こういう負けん気も思い入れも強いの。シリウスは境遇的に違和感なくキャラ理解できたけど会長の感情が普段と違うせいかちょっとわかりにくい印象。シリウスはルドルフ好きすぎて逆張りアンチになった厄介ファンだから、互いに能力を認めてるからこそお前ならもっと上手くやれるだろってムキになってる感じ。こういう文字に起こすとややこしい面倒くさい関係っすこ。会長が上から引っ張り上げる存在でうららが下から押し上げる存在って聞いてなるほどなって思ったわ。少なくとも運営はシリウスの立ち位置をチューブラリンなままにするつもりはないのが分かったから今後に期待やね。あまり深掘りしてほしくないエピソードだろうし、どこら辺まで踏み込むのか深掘り、シンボリということだな。あんた笑える立場じゃねえだろ。毎週土曜日に誰でも参加できる面白ウマ娘杯配信もやってるのだ。ぜひ高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。